ファンザのサーバーゴミ、うわ、マジでわかる。あれもうちょっと何とかしたいな。俺ファンザの案件2回受けてるけど、でもそれだけは声を大にして言いたい。動画止まらないようにして途中で。静止画で抜くやつの気持ちを考えたことがあるのかっていう。もう一番美味しいご飯食べてたら、急に石になるようなもんよ、食べてたもんが。赤ずきんちゃんじゃないんだからさ。でも、そう、俺は、もちろん、月額お金を払って、ファンザで動画を見てるからあれなんだけど、その、もし俺が、そういう、なんか、変なところで見てたとしたらの仮の話をするけど、途中で挟み込まれた広告中に、射精した時の、切なさやばくない。これあくまで仮の話ね。俺はそんなこと絶対しないんだけどさ。それ、イフストーリー。なんか、海外の青イエスみたいなで顔だけなんかこうやってなんかアニメ調の顔に変えられて青って言いながらここだけこうあれなんかアニメの顔になってるみたいなっていう広告中にやべあ今出るなよみたいな。うん、でもさ本当に困るのがファンザから上原が消えたの。どうすればいいの。もうわかんないよ俺。引退したからってさ過去動画消すのマジやめて。俺はでも上原愛にも月額9000円払ってたんだからさ、やめてよ。そのじゃあどこで見りゃいいのっていう。上級者 DVD で、あ、もう円盤で買うんだ。なるほどね。確かに、でもそれだとお金がいくつあっても足りないよ。ファンザで月額9000円払ってる意味なくなっちゃうんだよ。